ホワイトボード一面に書かれたお祝いの言葉。開学したばかりの三条市立大学で今日入学式が行われました。ものづくりに特化したこの大学、アハメド学長は新たな価値を創造してほしいと一期生82人を激励しました。ものづくりっていうなんか特別な技術を学んで、それを社会で使えていけたらなと思います。燕三条の企業の職人さんたちの技とかをいい意味で盗めたらいいなと思います。大学では明日から授業が始まります。